みんな聞け。今日は1年ぶりに九州南部大東に来ている。ここに見える64、なんと女性オーナーということで、これよりジムニー女子図鑑を撮影する。捜査対象者、こちらへどうぞ。はじめまして。先ほどちょっとお話しさせてもらったら、YouTube も見ていない。大丈夫ですか？大丈夫です。怪しいものですけども。怪しいと思ってる。ちょっと第一印象聞いていいですかね。第一印象、丸い。かわいいという認識でいいですか？解釈でいいですか？かわいいという解釈で。ありがとうございます。お名前を。お名前、フルネームですか？はい、例えばインスタグラムとか SNS やってますか？あ、やってます。じゃあその名前でもいいですか？名前ないです。インスタグラムの名前ない？ないどうやってインスタグラムやってるの？名前ないです。名前ないインスタグラムってある？ M って書いてるだけです。じゃあ M さん。はい、 M さんです。 M さん、はい、プロフィールみたいなところに M だけ書いてます。あ、なるほど。じゃあ M さん、はい、M で。それ概要欄貼っていいですか？あ、貼っていい。わかりました。 M さんでね。こちらが M さんの JB64。 これは何ポートでカスタムした？はい、全部説明できますか？できます。できるの？そう、打ち合わせと違うんですけど。そこにやってはもう用なしがおるよ。スタンバイしてるナンポートの専務がいるんで説明できるというと、ずっとスタンバイで終わっちゃうんですけど、はい、できません。できないということで、はい、この車をカスタムしたナンポートの専務お呼びしているので、この車の説明をしてもらいましょう。名前覚えてる？専務です。詰まってる。名前覚えてるんですよ。専務の名前ですよね。分かってます。ちゃんと分かってます。本当？はい。言わんねえ。川口さん。やっぱり覚えてねえ。そうですよ。スマホに川端専務って入ってますから、ね。川端専務よろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。はい。じゃあ。自己紹介、今言いましたけど、一応改めて自分から。南部オートの川端です。よろしくお願いします。川端で会ってたよかった。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Mさんの64は南部オートで。はい。まず購入はどちらですか？ちょっと前に入りましょうか。あ、はい。じゃあ、女性は真ん中にしてください。はい。購入はどちらですか？購入？こちら。こちらです。あ、こちらです。どこで買ったかもしれない。南部オートで購入して、はい、ノーマルで買って。そうです。うん、もう新車で購入していただいて、それと同時にカスタムで。なるほど。じゃあ、ノーマルでは持ってらっしゃらない。はい。なるほど。ちなみに、いつぐらいに買ったんですか？7月。うん、はい。なるほど。7月ってこれ毎年来るんですか？あ、今年の。あ、今年の7月ですね。はい。約4ヶ月。はい。ジムニー歴は？4ヶ月。あ、もうこの前はジムニーじゃない。あ、じゃないです。乗ってなかった。何から乗り換えですか？あ、車持ってなかったです。あ、初の？初です。おお、すごいじゃないですか。初の車がジムニー、はい、どうですか？最高です。最高はい。楽しい？楽しいです。不満は？ないです。不満があったら、ナンボートってください。じゃあ、そのカスタム内容を全部説明してください。はい、はい。まず、外観のエクステリアなんですけど、はい、前後バンパーは突っ込んでいい？ハイブリッド、うん。外観のエクステリア。ああ、日本語がおかしい。エクステリアは外観のインテリアよりまあね、それもっと間違ってるけど。まあ、ハイブリッジファーストさんの前後バンパーをつけて、はい、はい。後ろ後で回るとして、この前ですね、うん。結構皆さん、この辺、艶消しとか、はい、シュボシュボっとした感じの、はい、塗装される方多いんですけど、はい、まあ、ボディ同色で、うんね、綺麗に、一体感出すようにやってます。で、まあ、スキットも、ファーストさんのところもスキットつけて、うんうんうん、はい。この網って、その、ハイブリッジファーストさんでの、そうです、標準でついてる。ここにあってていいですよね。そうですね。統一感があって。うん、だって、あんまり純正のバランスを崩したくない、はい、けど、なんかやっぱ変えたいっていう方の、にはすごく人気があって、うん、どうですか、このバンパーは。かっこいいです。なんかリクエストしたこういうバンパーしてみたいな。あ、でもなんかちょっと個体高く見せたかったので、ちょっと細い感じにしたかったので細くしました。なるほどね。ちゃんとそういう自分の考えがあって綺麗なね、那須さんおしゃれでね。エコバッグもおしゃれ。卵大丈夫ですか？割れてないですか？
1個割れてる。1個割れてる。乗っちゃうタイプでした。俺本当に卵入ってるのかと思って。ホイールはこれ純正。純正のホイールですね。でオープンカントリー。うん、MT タイヤですね。入ってます。女子図鑑なんで。はい。できればあなたが中心に常にいてください。はい。どうぞどうぞ。はい。入ってください。飛び込んできた。どういうことですか。それ正解。これ MT タイヤどうですか。あでも。すごくて、おー、見た目が好き。はい、うん、乗り心地とか。あ、最高です。これはサイズは225の75R06 です。これね、全部さっき言ったけどこのサイズで一番軽いですよね。そうですね、うん、このサイズで言うと、うん、軽い部類にはなるかなと。持ってみましたか。はい、軽いみたいですよ。あ、そうですね。退屈してます。あ、いいですで、タイヤ自分で選んだ。あ、選びました。お、これが良かった。はい。へぇー。なんで、他は何と検討したんですか。いや、もう検討してないです。あ、もう、この一択で。うん。あー、すごいっすね。セブン、これ何、何インチアップでしょうか。これ、2.5 インチアップ。これ、見覚えがあるぞ、この足は。何度音の。そうです、はい。NTEC。はい。どうですか、2.5 インチアップ。あ、でも、高さが上がって。あなたがここに立ってるとカメラこっち見てるでしょ。あ、はい、そうするとこの青いのはあなたの車みたいな。あ、はい、Mさん、はい、Mさん、はい、なるべくカメラと車の間に入ってください、はいはい、どうしよう、2.5 インチアップの足は。あ、かっこいいです。乗り心地とかは。あ、乗り心地もいいですよね、はい、同じように。あ、同じ。違いますね。あ、はい、なんかしないか、しないか、他は。他全部全然説明しないじゃん。なるほど、まあ、聞かれればこうやってこう。まあ、後ろはまあ、先ほど説明したハートさんのナンバーで、ナンバー移動と対面のアップブラケット。アップブラケットどっちなんですか。あ、これうちの。あ、ナンバーって出してる。はい。どういう形なんですか。無理やん、表についちゃった。表向きについちゃった。こう、アップブラケットサイズは全部表向きのアップになります。なるほど、はい、黒いいっすね。後ろから見るとやっぱ黒がいいっすね。なぜかって言ったら、他の人だと、この辺やっぱ目立つじゃないですか。ああ、そうですね。こういうのも目立っちゃうから。まあ、一体感をシンプルに、うん。あとね、ここがね、この幅の違いがね、俺気になるんですよ、シルバーだと。はいはいはい。ここ。全部これ、いつ気づきました。いや、もうだいぶ前から。そうですか、俺これ。気にはならないと。ならないです。もう慣れてるんで。俺、開けて、リアカメラ真ん中にセット閉めたらずれてたっていう。気づいてました。窓がちょっとこっちに出てる。こことこの幅違うじゃん。うん、違う。全然気にならないです。気にならない。はい。まあ気にしないでください。この辺もリクエスト、自分でリクエストして。そうですね。基本的に靴が好きなので。全然黒のやつないです。靴だけ。今日は。なんか何もしてないです。お。シンプル。あ、新車の匂いする。いいですか。うん、新車の何キロ乗ってますこれ。え、まだ全然です。おお。新車の匂いが。かわいい鍵カバー。キーケース。なんですか、どこのですか。イルビゾンテです。え？イルビゾンテです。何それ。テレビジョン。イルビゾンテです。ええー、すごいですね。絶対分かってねえ。スペインっぽい名前ですね。中は特にやってない。やってないです。ちょっと前に行きましょう。はい。はい、オーダーするときにどういうコンセプトで頼むんですか。コンセプト、うん。こんな感じでみたいな。コンセプト。ないですよね。線はなんかテーマ決めて作った。いや、まあ、今いろいろなメーカーさんのね、バンパーとかもあるんで、まあ、パーツカタログ見せながら、うん、どういった形がいいかって、もう、まあ、問診するような形で、はい。で、まあ、この形に近づいていったっていう。なんか、で、那須さん、ナンボートって、黒の使い方うまいですよね。ああ、確かにね。黒いニーニーとか、すごい綺麗に仕上げて、うん、ね、なんかビエラにリンクみたいなね。黒の使い手。そうですね、ありがとうございます。黒いジムにいじたい時はね、
いじりたい人はぜひナンボートへ行きなさい。黒がいいですか、これ黄色、はい、え、黒と悩んだ色とかはない？いないです。あ、もう本当にあの、ちょっとね、剃ってて思ったんだけど、はい、結構気強い。え、気強いですかね。本当にですか。どう？いや、そんな感じはないと思いますけどね。あ、そう、はい、黒が好きな人は気が強いんですか。いや、あの、全然ブレないから。そう、あ、黒が、いや、あの、いろんなもののチョイスをね。タイヤも一択でこれ。ああ、なるほどね。うん、いや、逆になんかいろいろ分からなかったので、うん、もう見て最初に乗ってる印象にパッてついたのを選びました。あ、すごい。おお、なんかすごい経営者になりそうな人ですね。そうだね、決断力すごいね。あと僕ね、あの、黒を好きな人にお伺いしてるんですが、変な意味じゃないんですけども、下着の色はウケる。黒も好きです。あ、黒好きですか。いや、見せません。見せません。やっぱり黒好きなんですか。黒好きですね。お仕事って何されてるんですか。保育士です。お、黒が好きな保育士。いいですね。いいですか。長いですか。あ、もう5年目になります。お、子供可愛いですか。可愛いです。那須さんが園児になれたそうな顔しますけど。なりたい。さっき言ったもん。なるほど。これからじゃあどんどんカスタム進めてるんですね。次はどういうカスタムしたいとかありますか。でも、ホイール、うん、中黒にしたい。ああ、それは黒にするだったらもう何本って言わなきゃ。そうですね。はい、ハンスプレーでピピピってね。ちゃんとね、まあ、ホイールを変えるか、ちゃんと塗装するか、ね、多分1年後、この辺も全部すごくなってるんでしょうね。できるんですか。できます。あ、説明してくれなかったんですか。めんどくさかったんですか。いや、そんな小物めんどくせえよ。印象だいぶ変わるよ、本当に。そこは、うん、とか言いつつ、ああいう風に前となったら面白いですけど。ありがとうございます。ちなみに今回出てくれたいきさつっていうのを教えてもらっていいですか。ですね、まあたまたまうちもインスタの方で納車紹介をしたところ、はい、あの、とある方から熱烈にこの子呼べないかと言われたんで、はいはい、まあ、ちょっとオファーかけてみたら。誰ですか。那須和弘とか言う。那須さんが。那須さんもう熱烈に、はい、普通にね、インスタ見て川田くんめっちゃ可愛いっつって。あ、ファンなんですね。可愛い。どっちのスキンヘッドが好きですか。一緒ですね。あ、そう。カブトとエアスタイル。あ、なるほど。那須さんの熱烈プッシュで。マイルドスピード見てない人呼んで。あ、多分これから見てくる。はい。ぜひ。はい。でもすごいですね。は、初見で、うん、ちょっとね、やっぱ圧強いって言われるんですけど、全然、うん、おじけない。あのね、はい、俺らごときの圧なんてね、はい、あの、10人、20人のね、はい、保育園児の圧に比べたら大したことないって。そこで鍛えられてるんですよ。それが団体で走ってきてみ、俺らなんて比べ物にならないって。その子たちがね、大きくなってジムに乗るといいですね。はい、ジムに乗るようになるといいですけどね。はい、ちょっとね、見てる人がね、リクエストが来るんですけども、はい、ちょっとカメラに向かって30かけますかってしまって。ウケる、いいんですか。ウケる、逆にいいですか。かわいい。恥ずかしいです。エンジンになりたいです。ぜひぜひぜひ。ややこしいな。チュニック着てきゃいい。おっさんのチュニックや。ランブオートのお客さんって綺麗な人と率高いですよね。皆さん、はい、うん、あの、女性の方は、まあ、割と綺麗な方多いですけど、うん、今保育士さんって聞いたから、うん、ちょっと誤解が解けました。僕はずっと専務がキャバクラ行って営業してんのかと思ってました。ジムに変わん、ジムに変わんって言って、誤解が解けましたよ、今。いやいや、僕行かないんで。はい、え？いや、言ってない。もしかして、これ社長の目に入っちゃうかもしれない。怒られて。いや、あのね、専務より社長の方が行ってる。あ、そうですか。わかりました。いいもの見せてもらいました。はい。今後とも、マイルスピードと。ジムに楽しんでください。はい。はい、以上で、捜査を終了する。デフロックっていうポーズがあるんでやってもらっていいですか。あ、はい、デフロック。あ、いいですよ。エコバッグのところで。はい。マスクよかったらもらえますけど。あ、大丈夫。
きますよ。はい、なんでセブン逃げるの。エムさん真ん中来て。はい、以上で捜査を終了する。せーの、デブロック。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あとは最後に一つ気を振るんですが、はいはい、彼氏はいらっしゃいますか。はい、いないです。お、いない。はい。もしかして募集とか。あ、そうです。じゃあここに。あ、してる募集。彼氏募集。募集です。それ載せていいですか。はい、お願いします。ここに載ってます。載ってますね。はい。じゃあ、あなたの住所とか載せてもいいですか。はい、何ですか。住所とか載せてもいいですか。はい、お願いします。お願いします、ね、まずいまずいよ。ありがとうございました。気をつけてやってください。はい、バイバイ。はい、じゃあ気をつけて。ありがとうございます。お疲れ様でした。最後に、え、最後に受ける受ける。受ける。